さん、こんにちは。パッション高橋じゃないです。私は今日どこに来てるでしょうか。じゃじゃーん、竹下通り、原宿で今日は、高橋じゃない YouTuber への道のりということで撮影していきたいと思うんですけども、なんと今日はもう強力なゲストがいるんですよ。まずいつもの、どうも、シーズニングヨシコです。はい、ヨシコは強力なゲストではありません。伏せます。え、はい、でも、まあ、マジですごいですよね。今日はやばい。今日のゲストって今日初めてじゃないですか。え、今日のゲスト第1回目なんですけど、はい、YouTube、YouTuber への道のりということで、はい、強力なゲスト、それでは行きたいと思います。じゃじゃーん、じゃあ挨拶お願いします。しなかんちゃん、こんにちは、しなかです。そしてどうも、アイリー・デラックスです。よろしくお願いします。すごい派手。ピンクアイシナです。アイシナ、はい、あれですよね、TikTok とか、はい、YouTube を賑わしている、はい、すごいですよね。彼女は原宿のカリスマなので、これから分かると思うんですけど、歩き出したら、はい、あ、しなこちゃんですか、しなこちゃんですか。すごい、だって目立つし、なので、あの、めっちゃ目立つし、私が整備をしながら歩きます。で、今日は、はい、もう若い子に、ね、はい、なりきってというか、若くないから、ヨシコは若い。あ、でもほら、若いよ、年齢はただです。ピンクの、最初原宿っぽくしてきたんだよ今日、ピンク、かわいい、ピンクにしてきたの、ピンクに、ほら、イエーイ。普段オラーとか言ってるからね、言ってるけどね、ちょっとあの、かわいいものも染まっていただいて、はい、じゃあ今日は案内させていただきます。お願いします。よっしゃー。どこに行くんですか。今日はこれから、はい、またしなこがプロデュースしてるお店、XO に行きます。やばい、マジか。ヨシコずっと言ってた。じゃあヨシコちゃんが言った。腕短い。やばいただの観光客みたいな。あ、じゃあさ、あのさ、TikTok から始まったの。そうですね、私は、聞いてるけど、ダメだ、私がまた。TikTok まで有名になったの。うまい、きっかけはそうですね。へ、もしやったら、ね、TikTok で、ね、はい、なんか、2、3年前ですかね、もう、あの、ね、シードリングの、あ、そうね、宣伝部長をさせていただいてたんですけれども、宣伝力が皆無という宣伝部長だったんですけれども、今なら頑張って宣伝できるかなと思ってやらせていただいております。やっぱ人気な、一番人気なんですよ。お正月にテレビにも出てたという。そうです。ああ、すごい、すごい、お作りしましょう。めちゃめちゃ目立つから周りも見ると、じゃあ取って取って歯についてた。じゃあ行きまーす。せーの、作りましょう、作りましょう。さてさて、何ができるかな。はい、できました。おいしい、おいしい。めっちゃカラフルなタピオカがいっぱい入ってる。おいしい。そうだね、自分
炭酸なしです、うん、でそれもワカルピスなの。これは炭酸です。味は、味は、味はシュワシュワ。なんだそれ。かわいい。よきよきよき。すごい。いいですか、いただいて。はい、はい、ぜひ食べてください。いただきます。すごい、これどうやって食べるのが正解なんだ。これで行く。いただきます。なんかうまい、チョコレート味だった。チョコレート味じゃない。大丈夫です、食べてみてください。すごい、なんかお願いします。すごいの、なんか近くで見てもなんかちょっとリアル。いただきます。あ、チョコ、うわー、美味しいですよね。美味しい、すごいチョコ、すごいチョコなんだけどさ、見るとなんか見た目が気になりますよね。見た目が、でも全然めっちゃ可愛いし、いいです。すごい美味しいチョコ、さっぱりしたチョコ、そうですよ、生チョコ美味しい、美味しい、もういや、なんか本当に試合見てる皆さんからしたら超面白いと思う。いやいやいや、マシュマロバナナ、マシュマロ入ってるんですよ。マシュマロが溶け込んでるってこと？焼いたマシュマロ一緒にミックスしてて、あ、じゃあそれが甘みになってるんだ。そうそう、砂糖とか入れてないんですけど。そうか、美味しいよ。普通にバナナジュース美味しい。てかストローめっちゃ可愛いんですけど。喧嘩すごい、ハートが買います。すごい、普通に飲んで気づきました。なかなかいないね、気づかないね。気づかないね。そうだしな。美味しいです、バナナが残ってる、あの形が。ありがとうございます。嬉しい、ありがたい。みんな来た方がいい。あ、はい、本当に。ぜひプロレスファンの方々、ぜひ来てください。お待ちしております。いや、みんな来るよ。来た方がいい。うん、ここで、ここでパッションって叫んでください。そしたらなんかやろう、なんかそれを写真でなんかさ、SNS で上げたらなんか。ハッシュタグ、そう、ツイートXOファッションでじゃあ、ツイートXOファッション、わかりにくい、覚えてくださいね。テロップ入れてください。ツイートXOファッションとか、今めっちゃ今気づいてる。あ、ほんとだ、ね、すごい、よしこめっちゃ気づくんだけど。いや、逆に気づかなかった。え、いや、やっぱあのまだ脳が原宿に置いてる。脳がインスタ映えじゃないな。脳がインスタ映えじゃない。そうか、そういうことか。若者ってすごいな。そうで、若者は映えるものに集まるんですよ。そうなんだ。そうですよ。なんで映えを探してんの、みんな。そうですよ、映えるために生きてる。映えるために生きてる。映えるためにピンクってこと？まあ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 、まあ、趣味趣味ピンク。そう、だから映えるためにこうお店の壁も可愛かったり、めっちゃ可愛いそういう、やっぱインスタ映えするから写真撮りたいと思う、うん、はい、ありがたいです。お二人もインスタグラマー目指して、グラマーいろんなものを目指していく、はい、じゃあゆっくり、はい、一回切って、じゃあこれからよしこさんにこちらの方来ていただきます。それではよしこちゃんお願いします。衝撃のプリクラになりました。